皆さんこんにちは。今回はこちらに並んでいるサシコ付近の進捗状況について話をしようかなと思っております。よろしくお願いいたします。今回の動画が2024年の初めての動画になります。今撮っているんですけれども、明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。今動画撮ってるんですけど、もう正直こう何回も出だしの部分撮り直してみたいな感じで撮ってるんですよね。まあどのような感じで出だし始めようかなとか、どういう話をしようかなとか、まあ話すことはね、進捗状況について話をするんですけれども、まあとにかくこの YouTube は、なんていうかな。私のこう、自分の好きなね、刺し子をただただ楽しみたい。そして刺している、途中過程を、動画にしたい。なんかこんな風に今刺してますみたいなことをね、言うのが私自身も楽しくてやっていて、2024年も引き続きね、そんな感じでやっていこうと思っているので、はい。まあ、早速ね、この付近について、もうひたすらちょっと刺し子について話そうかなっていう風に思っております。で、まあ、ちょっとね、いろいろ並んでるんですけれども、まずね、そうですね、メインで前回の動画までで刺していたものから、ちょっと話しちゃいますね。こちらの、付近の方を、何回かに分けて刺し子していました。で、はい、表から見ていただきますと、このような感じで、ただ、模様のね、線が入っているので、で、同系色なので、ちょっとどこまで刺したかがなかなか見にくいかなと思いますので、裏を返してみますね。裏を返して、ちょっと全体的に見ていただきますと、だいたいこのあたりが、こう、完成しつつあります。で、今、これ、糸がね、下の方から、ちょっと出ているんですけれども、今ね、一番ここのね、下の段をね、刺し子しているところなんですよね。で、ここが終わって、そしたらあと、もう最後はここの上のところですね。このあたりが終わったら、こちらの、付近が刺し終わります。これを刺しながら、やっぱり私は、模様刺し好きだなぁと、しみじみたんと感じた。なっていうのはありますね。刺すると考えながら、あとどんな感じで糸を渡したらいいかなとか、そういうのをね、考えたりするのも好きですね。で、今回、私が選んだ、私が持っている糸の中ではだいぶね、細めの糸で、どんな風な感じになるかなと思ったんですけども、いや、これもこれで結構いいなっていう風にね、自分自身では、ちょっと、思ってます。はい。この辺がね、刺し終わって全体的にどんな雰囲気に仕上がるかがすごい楽しみだなと。なので、今年も、まあ、模様刺しは刺し子するんですけど、もうちょっとなんか、そうですね。模様刺しの中でもうちょっとこう、線の細かい感じの模様刺しにちょっと挑戦したいなみたいな風には思ってます。なんとなくね。今は、この模様がいいかな、みたいなのがね、頭にあるので、それはね、おいおい、登場してくると思います。はい。で、次。まあ、次は、ちょっと、全然まだね、差し越してないものから、これただ毎回紹介して終わるな、これ。ね、これ、全然手つかずの状態で、これはね、ただね、ご紹介っていうだけですね。はい、まだ刺し子をしていないんですけれども、おいおい、やっていこうかなっていうふうには思っているものです。で、あと、これは、麻の葉ですね。もう、これ収納に関しては、収納に特化した動画、刺している途中のものをセットで入れておくみたいなね、動画は、それに特化した動画を投稿しているので、それを見ていただければと思うんですけど、
もうやっぱりね、こういうのがコンパクトにまとまっていいんですよねって思ったりするんですよね。特にこれがカード巻きのものを選んでいたりするので、こっちか。これだとこう、ペタッとするので、よりね、コンパクトにまとまるんですよね。で、まあ、糸はね、切ってあってもなくても全然、ただこういうふうにね、入れておけばね、あと、好きな長さで切ればいいだけの話だし、あとは、ね、これに、もうこれがあれば、みたいな感じなので、もう一緒に入れておけますしね。っていうのはある。これがね、途中まで刺し子をしていたんですけど、ちょっとね、他の模様をね、刺したりしたので、ちょっと飽きがちですね。はい、こういう感じで、刺し子をしていまして、表から見ていただいたところ、そして裏から見ていただきますと、このような感じですね。はい。まだまあ、直線と斜めのラインと、みたいな感じで進んでいるので、あとこの辺りの直線を差し越して、みたいな感じですね。もう何枚もこの模様は差し越しているので、もう結構楽しくサクサク。もう次はどう行こう、みたいなのも、もう把握して差し越しているので、この辺はサクサク楽しく進んでいるかなっていう感じです。ただ並行してね、やっているので、なかなかちょっと進んではいないんですけれども、はい、おいおいやっていこうかなと思います。はい。で、次がね、これが、まだこれ多分ね、刺してますって見ていただいたことがないですね、これはね。で、これは、方眼から、もういつものですよ。いつもの いつものですよ。もういつものことをいつものように淡々とやるのが本当にね、私は楽しいなっていうことも思いましたね。模様刺しが楽しいっていうのもありますし、あとこちらは一目刺しなんですけど、一目刺しももういつもの いつも刺してる模様をいつも刺してるような感じで淡々とやるのがただただ楽しいっていう感じですね。で、方眼を線を引いて、で、まあ、このあたりの今横ですね、横を淡々と刺し子していって、これは、私何回か前に刺し子糸、紹介買ってきましたって言って紹介した動画を投稿したんですけれども、その時に一番、大量というか、量が大きい糸があったかと思うんですよ。もうそれを、もうとにかく使おうと思って、ここで使ってます。ライトグレーとピンクのグラデーションの糸。裏から見ていただいた方がね、わかりやすいですよね。ちょっと光の加減で、やっぱ目で見るよりもちょっとね、光って見えちゃうんで、色が見えにくいかもしれないんですけど、もうこれがなんか、ね、グラデーションの出方がどう出るかっていうところを楽しんだり、もうあとは本当に同じことのひたすら繰り返しがもう落ち着く。落ち着く。いや、これ前私あんまりこれをね、ここを横だけ刺してる時ってすごい退屈だなって思ってたんですよ。思ってたから、あまり一目刺しって、だからここ刺してる時ってまだ模様が出てこないからわかんないわけですよ。方眼からね、刺し子している上では。だから退屈だなって思ってたんですけど、なんかね、同じことを繰り返すことの楽しさみたいなところをすごくね、感じて今、刺し子してます。そう。だから、なんか、いや、だんだん変わっていくものだなみたいな。私は一目刺しは、ちょっとね、あれで、模様刺しの方がいいです、みたいな感じは、大まかに言えば、まあ確かにそれはそうなんですけど、とはいえやっぱこういうところの同じことの繰り返しがすごく、なんか落ち着くんですよね。この落ち着く感じの良さをね、
今すごいこの模様で味わっているっていう感じです。で、次。まあ、以上が、私が模様というか図案をね、方眼だったり、こういうね、模様を描いて、そこから刺し子していますっていう、付近たちの紹介でした。そして、珍しく、私には珍しく、こちらですね。いや、刺したこと、刺したことっていうか、前も買ったことありますし、刺し子をやってみようって思った始まりはやっぱりここからなんですよ。ここからというか、私はホビーラホビーレさんの、付近を初期の頃にやったので、もうここからなんですけど、なんか、とにかくやっぱ人目刺しをもうちょっとバリエーションを増やしたいなって思いつつ、なんかこう、なかなかね、今まで刺した模様しか刺さないから、いやこれはちょっとホビーレホビーレさんのなんか一目刺しからちょっと合間にこう挟めようと思ってちょっと買ってみました。でそれをね買ってきたいくつかちょっと何枚かあるのでそれをね見ていただこうかなと思います。ちょっとね袋から出しますのでガサガサと音がするかもしれません。はい。で、買ってきたのが、ちょっと並べてみますね。もう、定番。定番。もう定番ですよ。もう定番のこちらの、刺し子の一目刺しといえば、的なね、ものの模様ばかりを、私は、やっぱそういうのが好きなんですよね。まあ、いわゆる伝統的に、昔からある模様っていうのがね、非常に楽しいので、このあたりを買ってきましたので、まずはね、こちらの先ほど見ていただいたこちらを完成しましたまではね、動画でやっていくんですけど、その後に、もしかしたらこのあたりから、私、このホビーラホビーレさんの刺し子布で、ちょっと刺してみたいなのは、ちょっと初めてですね。今まで私やってないですね。なので、もうこれは、周りを縫うところっていうか、まあ、縫うところはもうやっちゃうかもしれないんですけど、もうこれもちょっと頭悩ませながら、やるんだろうなとは、思ってます。まあ、なんとかね。いや、仕立てのね、感じがもう私いつもね自分でこうさらしを切ってもうなんていうかな手順がもう決まったものをひたすらいかにいい塩梅にできるかっていうのをひたすらもう繰り返してきて、まあこれに関してはもういつもやってる通りなのでそれはそれでいいんですけど、まあこっちとなるとまたちょっとね勝手が違うので、あでもねこれはもうちょっと経ってからやろうかな、こっちから。こちらからにしようかな。いや、私、やっぱ一目刺しの難しいところって、ま、これはね、なんとなく私の憧れの模様みたいなところがあるので、ちょっと後からにしようと思うんですけど、じゃあこっちのね、三つってなったりすると、私ね、すごいね、悩んじゃうとこがあって、何かっていうと、ま、これ、例えばこれだったら、縦と横でね、ひたすらこれの通りにやっていくんですけど、この、ここと、だから縦と横が、ここぶつかりますよね。こういう感じ。ここの感じをね、どううまく出せるかっていうと、すごくね、悩むんですよ。こことここ。だから、例えば横でずーっとこう刺してたところに、今度縦から行って、ここがこう、ぶつかるとこがあるじゃないですか。なんかこれだったらまあいいんですよ。こうだったら。こう。こうって意味わかりますかね。ちょっとうまく、言葉で説明するの難しいんですけど、まあ一目刺しやったことある方はわかると思うんですけど、こう刺してて、そこに、今度その後にこう行った時と、ここが触れるとこ。
ここがすごい悩んで、なんか微妙な隙間とか、いや、うまい具合にこう針をこう通すのはどうしたらいいんだろうとか、すごいね、悩むんですよ。だからね、これと、まあ、これなんかそれのね、もう、最たるものというか、でも模様としては本当に素晴らしい。いや、素晴らしいなって思うんですよね。縦と横でこれが浮かび上がってくるってすごいなって。すごい。これはすごいなっていうふうにね。で、この糸の最初の入り方の違いで変わるじゃないですか。まあ、これはもう線引いてあるから、ひたすらこの通りやりますからいいんですけど、これ方眼からやった時の、一目ずれた時の、あっていう、やっちまったみたいなものとかがあるんですよね。でもそれがね、方眼からできるのはすごいなって思います。私やっぱ挫折しがちさんだから、っていうのはありますね。で、あとこっちもやっぱぶつかるところあるんですよね。ここね、こういうところのね、ぶつかりをね、クロスじゃなくてね、クロスじゃなくて、ここで悩んじゃう。と考えたら、これがいいのかな、こっちからやろうかなとか。でもな、くぐり刺して私やってないですよね。あ、やってないっていうか、刺したことはあるんですけど、そんなに場数こなしてないので、またこの辺でもね、悩むんだろうなって思いながら。でもね、グラデーションの糸でこれ刺したら、なんか、糸の出方とか、いい感じになるかなとか。糸選びからもちょっと楽しいなとは思ったりもします。ま、このあたりは、でもこれからかな、わかんないです。はい。もうちょっとこのあたりは悩んでみます。ただそのうちもしかしたらこのホビーラホビーレさんの差し込んでるので、ちょっと刺してみますみたいな動画が、ちょっと今後もしかしたら登場するかもしれません。はい。ということで、今回は、今刺している刺し子付近の、進捗状況の紹介をしました。で、後半にちょっとね、私にしては珍しく、ホビーラホビーレさんの刺し子布もね、ちょっと買ってきたのがありましたので、そのあたりのご紹介なんかもしてみました。あ、せっかくですね、並べてみました。最後にね、こんな感じで。はい。無理かな。はい。ということで、2024年も、やっぱね、刺し子付近が好きなんですよね。いろんな模様を刺して、で、こう、この糸を選んだら、あ、こんな感じの雰囲気に仕上がるんだなっていうのを、ちょっとね、模様が浮かび上がってくるのが非常にね、楽しいんですよね。はい。なので、引き続き、繰り返しね、このように刺し子付近を刺していって、で、こういう積み重ねをね、していくことで、より自分のなんか納得するようなね、刺し子付近を一枚でも多く作り続けられたらいいなっていうふうに今年も、はい、引き続き思ってやっていこうと思います。もしよろしければ、チャンネル登録や高評価をしていただきますと、このように動画にする励みになりますので、よろしくお願いいたします。最後まで見ていただいてありがとうございました。